動画ご視聴の皆さん、引き続き運転席から風景、東武東上線から高坂から、次は東松山に飛ばます。今回は高坂から都議会川でも富士山も発生できる。重量編急行、重量編成の通りに行く。あ、すれ違った。東武5万件はやってきました。また急行。東武東上線は沿線でも富士山でも発生スポットは多いです。次は東松山、東松山です。どうやら重量編成かな。急行のみなわじ公園、11006。本日の東武鉄道のご利用いただきありがとうございました。終点、森林公園に到着します。この列車は、小形町方面は参りません。この列車は、折り返し、急行、池袋行きとなります。さらに、お忘れないのを、小形で、送ってください。ご乗車ありがとうございました。森林公園に到着しました。この列車は折り返し、急行、池袋行きとなります。小形町方面は参りません。これ95万1000系93かな。ご乗車ありがとうございます。この列車は急行小形町行きです。次は直の輪です。左手には車両基地森林公園減速。50000系は。森林公園駅と由井駅間を走る8000系4両編成。
発生要素99かな。どうやらこっちは812で、これは何の塗装ですか。どうやら8411かな。まもなく時期の輪、時期の輪です。おねくちは左奈良です。次は宇佐市嵐山、宇佐市嵐山です。ロデッツクは左長です。宇佐市嵐山から小型町の駅からは最長の7キロ。湾内上に行き、東部は線形 4B。 この電車は何の塗装ですか。次は小型町です。カーブで多い区間、東部8000系と鈴地屋、嵐山信号道で副線から単線に、発生系ニュートネルのサインはお早めの記録をお願いします。だって野田線の東部発生系はね、ポロポロ記録コロコロできれば、東部発生系は記録はお早めに。
東武八千系。JR で八高線と線路をくぐる。まもなく小方町です。出口は左側です。 JR 八高線の JR 小方町駅 JR 八高線と購入する。小方町です。出口は左側です。 JR 八高線は7階です。今日はここまでにします。以上、実行実験でした。また。